このデナリの踏破を目指しているのが県内の登山グループ豊稜会です。グループにはおよそ60人が所属し、このうちの4人が今回チャレンジします。写真とかでこう見てる風景を実際に生で見てみたいなって思ってですね、やっぱりあの空気感とかそういう雰囲気を味わいたいなっていうふうに思ってます。豊稜会ではこれまで九州を中心に国の内外で山登りを楽しんできました。実は44年前にも当時マッキンリーと呼ばれていたデナリの登頂を成し遂げていて、今回が2回目です。来年会が創立55周年を迎えるにあたり、再び頂を目指すことになりました。一行は富士山に登るなど1年近くかけて準備をしてきました。最後の頂上アタックの時はよっぽど条件が良くないと、そのかなり厳しくて多分本当に帰ってこれなくなるかもしれないので、もう無事に帰ってくることだけはずっと常に考えてます。はい。そして今朝出発の時を迎えました。現地調達を含めると1人当たりの荷物は50キロ以上にもなります。無事に帰ってきて皆さんとあの楽しいあの会話をしたいと思いますので、はい、頑張ってきます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。楽しみ、いっぱいなんですけど、あのまずは無事に帰ってくることを目的に頑張っていきたいと思います。海外登山が初めてなので、先輩たちと一緒に楽しんでいきたいと思います。一行は明日アメリカに到着し、今月30日から25日間の登山活動を始めるということです。